いろいろ吸ったもんだの末に去年入った新人たちが退職したんだけど、正直気持ちはわかるし、どうしようもなかった。厳しい中、新人含めて会社から葉っぱかけられて結構なプレッシャーだったんだけど、みんな頑張って新人含めたほとんどのメンバーがノルマ達成してそれなりに成果を上げることができた。が、なぜか昨年度入社の新人たちだけボーナスが支給されなかった。寸志もなしで0円。理由としては上司、同期入社の1年目の若手がボーナスなんて甘え、みんなと同じ待遇を得たかったらもっと努力しろ。という理由。なんか上司査定で新人たちの未業績が一切評価されていなかったとか。ついでみたいに残業代も途中から。成果を上げていない状態での勤務は正常な勤務として認めない。という。聞いたことない方針で全額カット状態だったというのも聞いた。リモートの割合も増えて、私含めて新しいやり方になれるのに精一杯な社員も多く、サポートも申し訳ないけどあまりできない。それなりにきつい状況の中できっちり成果出した優秀な子たちだったのに、この仕打ちで、しかもドヤ顔、リモート会議だけど上司が説教するもんだから、あからさまにやる気なくしちゃって、結局全員退職することになった。今年の新人たちは、仲が割と良くて、新人同士でつるんでるのをたびたび見かけたので、多分新人同士で話し合って、この会社いても未来ないねってことになったんだと思う。実際、一人が、そういうことをやんわり言ってたし。で、新人たちが一斉に退職することになって、上司がキレてて新人を訴える。育ててやった恩を忘れやがって。新人は叩いて成長させてなんぼなのに、ボーナスなんて甘やかしてたらつけ上がるみたいな感じで荒れていて、さすがに私たちや上司の上司から注意されて、表面上はおとなしくなったけど、機嫌の悪さは隠そうとしないし、あからさまにふてくされてたり、当たりがきつかったりして、引き継ぎとかしていた新人たちの方が表面上は穏やかで、その対比がひどかった。子供や学生さんじゃないんだからさ、新人たちの2倍近くの年を重ねてるのに何なの？ってなった。さらに意味わからないのが、確かに、一昔前は、新人や若手は、厳しく叩いて成長させる、みたいな会社の風潮はあったらしいんだけど、それで、一斉退職とか切れた新人が、当時の上司や先輩をボコボコにして警察沙汰になったり、ということがあったらしく。私と上司が入社する1、2年前から、若手への当たりや待遇は優しくしよう、ってなってたんだよね。当然、というか当たり前だけど、ボーナスは、支給されたし残業代もちゃんと出ていた。1年目なんて、私も同期もろくに成果出せてなかったのに。結局のところ、産休明けで時短&サポートメインになっていた社員や、年の中途で諸事情で一時休職していた社員を除き、新人含めた状態で上司が一番業績が低かったのが気に食わなかったんだろうなって、本当に子供みたいな理由で呆れる。元からうるさい人出し無能寄りなのはみんなわかってるから。表では、今は、状況が悪い、来期頑張ればいいですよ、って言ってるし、上司も、上司で、家庭との両立が大変だったとか、いろいろ言い訳してたけど、役職付きだからと言って、業績が求められない会社でも職種でもないし、内心はかなり焦っていたんだろうなってのは、ちょっとだけ同情するけど、だからと言って、新人を冷遇して退職に追いやったのはありえない。ぶっちゃけ、彼女に役職がついて上司になったのだって、他の人に断られたのと、無能でミスもしまくってたけど、ずぶとくて精神的にタフ。だから、役職ついて、いろんなプレッシャーあっても耐えられるみたいな感じで、なぜか、精神面だけは上層部に評価されてたのが大きい。今回の件で、肝心のメンタルも醜態さらしてたけど、
もっと致命的なことやらかさない限り、役職下ろされることはないんだろうな。と辟易している。家庭を言い訳にしてたけど、私も他の社員にも家庭もあれば、いろいろ事情あるんだから、理由にならないだろって正直思う。三つぐらい一気に飛ばしての大抜擢、昇進なのに、自分から名乗り上げたみたいな書もあるのに、結果が伴わないんだから、会社にも上司を昇進させた責任は大きいだろう。まあ、私にも打診があったのだけど、家庭理由で断ってしまっていた。確かに給料は上がるんだけど、その分、責任もプレッシャーも増えるので、ストレスを家庭に持ち込んで変なことにはしたくないと、尻込みしてしまった。その結果がこれなので、正直新人たちには、本当に申し訳なく思っている。自分含めて、新人たちの人生を振り回してしまった神経がわからないなって。そして、この愚痴を書いている時に、先輩、入社は同年度だが、中途採用で、年上から連絡が入った。何でも、上司、同期が、上から、新人たちと親にアポ取って、謝罪に行ってこいと命じられていたらしいが、すっかり忘れていたらしく、今更連絡取るのも面倒だし恥ずかしいし怖いし、とのことで、代わりに謝罪に行ってもらえる?って、連絡が今朝来たという。先輩は怒って断ったらしいけど、結局、別の後輩が、代わりに謝罪に行っているらしい。おそらく業務命令。こういう図太いところとか、ちゃっかり責任転嫁して回避しちゃう立ち回りのうまさ?が、上の古い世代の連中に妙に気に入られているみたいだけど、自分たちだったら、責任取って退職するレベルのやらかしで、始末書書いた経験もあるのに、辞めない神経の太さとか、そんなのを、今時珍しいメンタル強い女性。って感じで、ちやほやしている上のジジババ連中、私だって若くはないけどの、神経が本当に理解できないししたくない。家計はローンとかもあって、共稼ぎ前提だし家のこともあるし、新人たちみたいにすぐ退職するとかはできないし、上司が無能なのと上層部が気に食わない以外は、それなりに待遇にも仕事内容にも満足はしているんだけど、正直新人たちの身軽さが羨ましいとも思っちゃうな。妹の結婚式。妹は母親のことをあまり覚えていない。母が亡くなったのは妹が5歳の頃なので、多少の記憶はあるのだがいじられていた部分がすっぽりと抜けている。食事が冷蔵庫から出したコチコチに冷えたご飯だけで温めてももらえず、食べないと殴られ口に突っ込まれていたことも、お風呂も洗面器で2、3杯のお湯をぶっかけられるだけだったことも、そのため髪にゴミが絡まっていたのを力任せに引き抜かれたことも、習わせてもいないピアノやフルートやバレエやソロバンをなぜできないんだとタコ殴りにされたことも、幼稚園の同級生の女の子を誘拐してきて、この子が娘ならよかったと目の前で可愛がって、私たちは夕飯抜きだったことも、全部忘れている。覚えていない、けれどきっと可愛がってくれていただろう母。私たちを残して亡くなったことがきっと心残りだっただろう母。母の遺影に席が用意され、亡き母への手紙が読み上げられ、花束が備えられた。私は、すべてぶちまけたい衝動に駆られたが、せっかく妹が忘れている最悪な記憶を掘り返して突きつけることになってしまう。父も、妹が、本当は母が浮気してできた子であることは墓まで持っていく。母はどうせ亡くなっているし、不幸というよりは、何か苦い一日だった。